DJ アイドローンを紛失してもパニックにならないでください。それを見つけるためにできることはいくつかあります。ドローンを探す機能を使用します。この機能は DJI フライアプリに組み込まれており、ドローンの最後に確認された位置を確認できるようになります。これを使用するには、DJI フライを開きます。次に、ドローンを探すボタンをタップします。最後のビデオクリップを再生します。ドローンが墜落した時にビデオを録画していた場合は、最後のビデオクリップを再生して、どこで墜落したかを確認できます。Google マップを使用します。Google マップを使用すると見つけやすくなります。これを行うには Google マップを開き、指示に従ってドローンの位置まで歩き始めます。ドローンの進路を妨げる可能性のある高い木やその他の物体がないか探してください。クレーブクール湖の高い木に墜落した私のドローンの場合、これらの方法を全て使用してドローンを見つけることができます。 Find My Drone 機能を使用するとドローンのおおよその位置がわかり、最後のビデオクリップで墜落した場所が表示されます。また、Google マップは正確な位置を特定するのに役立ちます。